やっぱその鮎もそうだけど取れたてって本当にうまいですね何か知らんけどねえんやろねあの取れたての良さねやっぱ鮮度って大事なんだろうね俺も釣りたてのイカをさばいて食ったんですけどめっちゃ美味しくなかったですねなんか美味しくなかったはい何だよ今美味しいっていう流れだったじゃ俺ちょっと言いづらいんですけどその 環境、なんか、取れたての何かっていうのはあんまり感動したことないんですよね。うん、ああ<ー>、ローマの悪魔そ <laughs> そう。なんか、取れたてのアイユみたいなのも別に、なんかな。悪の化身やな、ね。ね、<laughs> 心ないアンドロイド。心な,い <laughs> 心なき役。<laughs> そんな柊さんでもこれは一番うまかったっては何な,ないのいやこれ言いづらいんですけどかあのハト、うん、ハト,うまかったハ,トハト食ったことあるの <laughs> なんかねフランス料理でハト出す店があって高級食材やんなそう,そう,そう、えー、ハトなんかよく分からん肉だなと思って食ったらハトでめちゃくちゃうまくてびっ、うん

肉の味が濃くてびっくりしてる<ー>血の味すごいするよな確かあそうそうそうなん,、ね、なんか多分調理の方法もすごかったと思うんですけどはあ<ー>めっちゃ感動しましたあれは鳩、うん、は食べたことないなトぜひね、うん、えでもさスノボとか行くじゃんよくはいはいはいあれでさ疲れた後にさロッチでさラーメンとか食べて美味しくないいやうまいんですけど記憶には残らないですねあうめえっていう。 その悪魔だ。い<や> <laughs> 忘れてますね次の日怖いわもう。<laughs>